はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。で、今日はこちらですね。うん、ベイブレードバースのナイトメアロンギンズ DS です。2017年11月11日本日発売のこちらのナイトメアロンギネス買ってきましたね。うん、ロンギネスのゴッドシリーズだね。はい、じゃあ早速開けていきましょう。うん、はい、こんな感じですね。ステッカーなど貼っていきましょう。はい、はい、ということでステッカー貼り終わりました。こちらがナイトメアロンギネスだね。はい、で、これのドライバーがデストロイドライバー。デストロイドライバーで、今回ディスクがついてないです。うん、一体型ということですね。おー、びっくり、これ初めてだね。こんな風になってんだね、裏側見ると。うん、無限ドライバーみたいにドライバーとディスクが一体化じゃなくて逆だね。逆だね。レイヤーとディスクが一体化してる感じですね。うん、はい、すごく大きなベイですけども、うん、このドラゴンが動くようになってるんだね。すげえ。じゃあセットしてみましょう。はい、こんな感じ。おー、かっこいいね、これは。うん、ロックが緩んでいくためにこのドラゴンがこっちに移動していくんだね。うん、やってみようか。うん、こんな感じで、で、だんだん攻撃力も上がってくると。おお。あと、このベイにはですね、エントリーランチャー L、 これが一応ついてきてますけど、これはまあ使わないね。うん、ジェイシン君ちょっとシュートしてみてください。はい、こうして。うわうわうわ、これはこれは強そう。うん、でかいぞ。さあ、私はジークエクスカリバー使いたいと思います。ジークエクスカリバー1クロスアイアン。僕はナイトメールのミンスデストロイ。 3、2、1、 おっしゃ、でかいぞやっぱ。うわー、でかい、いけ。うわー、オーバーフィニッシュ。 3、2、1、 おっしゃ、わー、今度やられた。 3、2、1、 おっしゃ、わー、すごい、いけ。やばい、やばい、この対策してる時にやばい。よし、ベイ変えてブレイズラグナロクフォースターブローにします。はい、3、2、1、ゴッシャ。ブロック差が全然違う、やばい。あっ、ちゃい、よしよしよし、いっけ。いや、まだ大丈夫、いつこばすごい、まだ大丈夫よ。あー、最後の最後で3、2、1、ゴッシャ。いけ、うわ、やばい、やばいって。すげえ攻撃力だな。3、2、1、 おっしゃ。じゃあ続いて私はこれでいきます。ストライクゴッドバルキー6ボルテックスリブート。3、2、1、 おっしゃ、よっしゃ、強い。3、2、1、 おっしゃ、うわっ、うわっ、ボスは3、2、1、 おっしゃ。ベイ書いてドレインファブリックヘイトナッシング。3、2、1、 おっしゃ。左対左になるけど、パパが吸収できるか。パパっていうかファブリル、ファブリルがね。いいよいいよいいよ。あー、やべー、よいしょ。3、2、1、 おっしゃ。また、ロストロンギネスじゃない、ま、ナイトメアロンギネス破れたり。君の弱点はそこだな。よっしゃー、ボスは。3、2、1、 おっしゃ。おっと、よし、先に真ん中行ったぞ。さっきと同じで、いけ、いけ、よっしゃー。今度はパパがナイトメアロンギネスデストロイ使わせてもらいます。はい、僕はブレイズラグネックトリプルディボルブに変えます。はい、3、2、1、 おっしゃ、すごい、すごいな、重量がすごい、このオーバー力がすごいね、やっぱね。おっしゃ、なるほど。3、2、1、 おっしゃ、ちょっと低速気味に打ってみた。おお、なんだいパパは。3、2、1、 おっしゃ。ちょっとミスっちゃったな、パパが。よっしゃー、蹴散らしたで、それでも。はい、ということで今回はベイブレードバーストのナイトメアロンギネス DS でした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はですね、いいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてください。おお、それとチャンネル登録もよろしくね、ということで最後勝ってね。ナイトメアロンギネスすごかったね。うん、このオーバー力半端ないね。
でかいし強いね、すごいね、うん、はい、ということで今回以上でございます。バイバーイ。